ウエスト西大吾です。皆さん消えゆくシリーズで渋谷の街で公衆電話探してみようかなと思います。公衆電話なんかもう最近なかなか公衆電話見ない。見ないですよね。だってもうみんなスマホ使ってますから、うん、昔はね選手のグッズでテレホンカード、僕の写真のテレホンカードとか出されてたんですけど、まあ、今もう出ないですもんね、うん、そういうのね。もうもしかしたらプレミアついてるかもしれないですね。ついてるかもしれない、うん、家にはあるけどね。ということで、はい、まあルールは30分で10個です、うん、いっちゃいましょう。はい、いっちゃいましょう。タイマーかけていくんで、はい、30分いきます。よーいスタート。いってみよう。じゃあこの辺からいきます。とりあえずここね、疲れたら登る。あ、ちょっとね、一回この通り覗いてから、はい、いや、見づらいね。なさそう。あんまりあの駅から離れない方があると思うんで、上から見るっていう、まあ、大通り沿いだから上から見ちゃったのかもしかしてかね。まあでも10個多いよね。駅の中にはあるんじゃないかと思うんだけど、意外とさ、こういうとこにあんじゃない？あ、なんかありそう。トイレだな。ATM、トイレしかない。でもなんかちょっと嗅覚が。こういう感じでしょ。地図見たら載ってるとかない。地図はダメです。ダメ？地図ダメです。いや、これだって言われてないもん。ダメなの。じゃあ今から。なんだよ、もう。簡単にクリアされそうだからって、そうやって変えないでくれよ。ミスさん、でも世代的にはもうバリバリ。公衆電話使ってた。公衆電話使ってました。使ってました。はい。高校生まで携帯電話持ってなかった。ああ、それまでって？それまで何もないです。みんな持ってなかったんですか？なんかね、持ってる人もいたんですけど、はい、ほとんど持ってないです。へえ。ガラケーを高校生になって初めて買ってもらった。へえ。中も行きたいけど、ちょっと一回そっから上からの。なるほどなるほど。なんかありそう。入ろう。はいはいはい。まあこの中に2個ぐらいはあってほしいんだけど。ありそう。こんなところなかったらどこにあるんだっていうぐらい。いやー、ないんだ。降りましょうか。降りますか。でさ、はい、今ですね、あの結構余裕で歩いてますけど、6分経過します。あと24分。で、0個です。やばいね。走んないダメなの？普通の靴で来ちゃったよ。あまり走りづらい、おしゃれなスタッカーでして。うわ、ないわ。めちゃめちゃありそうっすね、この辺。めちゃめちゃありそうだけど。めちゃめちゃありそう。ない。ないじゃん。これが本当に消えるものかもしれない。消えてるね、これないんじゃない？高い役、これあるの？あります。ある？ちなみに。あ、ちょっと待って、これあるんじゃない？お、よしよしよし。おー、2個だね、やっと。2個。よし、2個ゲット。何分？今何分？あと20分で8個。行けなきゃいけない。これでも渡った方が本当は良さそうなんだけど、ここ対岸にありそうだけどな。その公衆電話のある場所の対岸に、うん、対岸にありそうじゃない？なんか、なるほど、なかなかないね。一回見てみます。一回見てみようか。あれ、あれっすよ。まあ、この駅の前にはありそうだけど。あ、あるね、あるね、あれ。あ、電話マーク見えた。よしよしよし。撮って。はい。2個。え、4つ目。4つ目。ほうほうほう。これちょっと広いバージョン。本当だ、なんでこんな広いんだろう。あの、バリアフリーです。あー、なるほど、バリアフリー。あ、本当だ、ビーハイブ。もういいんだ、すぐ行くよ。次に今12分です。半分。どうしよう。どうしようかな。悪いってもうなさそうじゃない？さっきみたいなダブルみたいな。まとめて4つみたいなの探したい。まとめて4つって今あります？ないの。でもさ、必要とするポイントってそんなにばらけないはず。災害が起きて電話使えない。やっぱ駅じゃん。じゃあそこからちょっと降りてみる。ないんだな。半分経過しました。ないや。いや、ないんだ。あー、ちょっとなんか疲労が来たな、これ。これ、有事銀行さ、
窓口なくなっちゃったんだよね。ここ ATM しかなくなっちゃったんだよ。なんか機械に人間が尻尾を取られてきてる。僕ね、かなり効率的な人だから、はい、そのままね、あったー、おーあった、おーすごいすごいすごい。ちょっと走っていこうか。走りましょう走りましょう。よし、ゴー。ちょっとね、これ、はい、おしゃれだよね。ちょっとシックな感じ。で、皆さんちょっと次に急ぎましょう。そう、こっちなんか自然な流れで来ちゃったけど、あ、あった。え、待って、なんか人が集まりそうなところっていうことか。ほら、あそこにあるよ。あるあるある。行く、目の前まで行きましょう。もう遠いじゃん。ちょっと待って、あそこに見えた。おお、すごい、ここホットスポットかも。ってことはこいつの対岸にあるんじゃないこれ。おお、一回とりあえず待って、その前にね、見とこう。じゃあ、あそこの奥にもあるわ。あ、すごい、ホットスポットだ。これで3個だから、6、7、8、よし、あと2。いやー、ちょっといい塩梅の考えできたじゃん。いや、来てる来てる来てる。なんか俺も応援したくなってる。なってる。なってる、簡単だ。余裕っすか。ちなみにロスタイムはないんで、この信号待ちはもう時間は進んでる。くれ。ロック。よし。はい。はい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 。お、公立住所の西大吾。もう。違う方向の道も確認してます。ここら辺にさ、なんか猟銃、はい、の店あんだよ、確か。今度行きます。今度行こう。今度、それどこじゃ。猟銃の店、ちょっと覗きたいんで、はい、今やめようか。はい、いや、そうね。覗いてもいいですけど。逆に。でも、ちょっとこの通り沿いが。いや、だからその先に2号ぐらいあんじゃないかな。あそこで、もうコース取ってすぐあっちゃった方がいい。もちろん。あそこで参りよっしゃ。よしよし。はい。これで、これで、8個目、よし、あと7分。いやもう余裕だね。余裕なんすか。まあ、だいたいね、わかる、あの1個あったら2個あるから。なるほど、見えてきた。つかる、やばい。坂井くん、トレーニング不足だ、ちょっと。現役プロサッカー選手には勝てん。残り5分、西さん。あー、どうしよう。それで、センター街の方に行くよ。お、なるほど。残り3分です。マテラマ。あったー。おお、あったあったあった。よし。よし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 。これで9個目。9。あと1個。残り2分半。センター側はなさそうですかね。ないかな。あと2分。渡りたい。残り1分。残り15分。あ、姉さん。あった。7、6、よし。あ、はい。よし。あ、よっしゃ。もうランニングシューズだ、次からこれ。ということで、30分で見つけました。10個の公衆電話見つけることができました。イエーイ。よかった。俺最後に行っちゃいましたあそこにあるよってやってた。よしよし、今回はちょっと僕の企画力が、うん、いや、よかった。でも結構いいね、通り通って。そうですね、大通り通って意外とね、ないもんですね。ないよ、これ、うん、眺めてもないもん。東急本店狙って、はい、なるほど。人が集まるところに都市電話があると、ありと、いうことは分かりましたね。じゃあ、クリアクリア、よし、ありがとう、はい、疲れた